ニュースをお伝えします。今金正恩総書記の誕生76周年に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥に各国から祝電と祝賀の手紙が送られました。金正恩元帥にネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長、シリアラブ社会主義同盟党書記長、ドイツ共産党委員長、ロシア連邦共産党中央委員会委員長、イタリア統一共産党書記長、ギニア二次人民結集党書記長、ナイジェリア国民進歩党全国委員長、メキシコ人民社会党中央委員会書記長、ベネズエラ共産党中央委員会書記長、イランイスラム連合党副書記長、キミルソン金正恩基金理事会共同理事長、チュチェ思想国際研究所理事長をはじめ、マレーシア、モンゴル、中国、ノルウェー、ルーマニア、スペイン、南アフリカ、リビア、モザンビーク、ブラジル、チリ、キューバなど各国の党首と政界、社会界、財界の人と軍部高官、国際機構、チュチェ思想研究組織、朝鮮統一支持及び友好団体、中朝外交及び国際機構の代表、そして新ユーゴスラビア共産党中央委員会、ベラルーシ共産党中央委員会、スペイン民主労働党中央委員会から祝電と祝賀の手紙が送られました。メッセージは、金正恩総書記が国と革命、時代と歴史に尽くしてました不滅の革命的業績を称え、総書記の偉大な生涯は世界の進歩的人々の心の中に尊い鏡として永遠に残るだろうと述べています。一方、朝鮮労働党中央委員会にカンボジア人民党中央委員会から祝電が送られました。世界が敬愛する最高指導者金正恩元帥を高く称えています。ロシアのホームページ、朝鮮民主主義人民共和国は、今世界で万人の限りない尊敬を受けているのは朝鮮の最高指導者金正恩元帥である。軍人と人民皆を正しく導いて、強国建設で世界を驚かせる奇跡をもたらしている金正恩元帥の指導芸術に世界が驚嘆している。元帥の姿から歴史の試練と嵐の中ほどいささかの動揺もなく、冬に立ち向かって強くなる正義の力を見ていると伝えました。ブラジルの新聞アグアベルデ、ナイジェリアの新聞ナイジェリアン・オブザーバーは、金正恩元帥は立派な品格と資質を持つ現代の最も理想的な国家指導者であるとし、元帥に引きつけられて心から称える世界人民の声は日増しに高まっていると書いています。カンボジアの国営クメール通信は、金正恩元帥を気高い人徳と人愛を持つ政治家、洗練された導きと秀でた展開力、頑強な闘志を持つ実践家タイプの指導者、信念と胆力、自主の精神に徹した強者タイプの指導者だと称えました。対地球思想研究会会長、朝鮮人民との連帯及び朝鮮統一支持アラブ委員会委員長、ロシア連邦共産党沿海地方委員会第一書記は、金正恩元帥は朝鮮人民の偉大な指導者で、世界の平和と自主開業に不滅の貢献をする最も傑出した政治家だと述べました。6日、コトニオで、キム・ソン主席生誕106周年記念、ベナン全国準備委員会が、9日、ベラルーシで、太陽節記念準備委員会がそれぞれ発足しました。各準備委員会は、偉大なキム・ソン主席の生誕日の太陽節に際して、主席の気高い革命的生涯と不滅の業績をマスメディアを通じて広く紹介し、記念の集いをはじめ政治文化の催しを行うことにしました。偉大な金日成主席が幼少期に学びの真理の道を歩んでから95年になることを受け、多くの人がポピョン革命史跡地を訪れています。まとめによりますと、主席53年1964年4月のポピョン革命史跡館の開館以来、この50数年間、延べ5万4千余りの団体、840万人の人民軍軍人と各階層の勤労者、青少年がここを訪れました。
ポピョン核遺跡地は、リャンガル道キム・ジョン塾郡の軍所在地にあり、キム・イルソン主席の銅像と、主席が国を後にし、アムノク川を渡りながら、悲憤やる方なく歌った、アムノク川の歌の歌詞を刻んだ石碑、ポピョン革命遺跡の塔、ポピョン渡し場などがあります。ポピョン渡し場は、1923年、愛国の大志を抱いて、学びの真理の道に旅立った主席の不滅の足跡が宿るところです。また、1925年、朝鮮が独立しなければ二度と帰ってくるまいという固い誓いを胸に、決然と革命の道に立った主席の万古の戦いの歴史が秘められています。共和国のファンヘ製鉄連合企業所の技術者と労働者が国内の原料と燃料による鉄、チュチェ鉄の生産で成果を収めています。企業所の人たちは集団的技術革新運動を力強く繰り広げ、今年に入って今までチュチェ鉄の生産を昨年同期に比べ2倍に伸ばす成果を収めました。朝鮮の森林研究院で森林造成のための研究に力を入れて成果を達成しています。ここの科学者と研究者は、昨年数十万本の優良品種の栗の木の苗木と数万個の優良品種の朝鮮五種の木の積み木を生産し供給したのに次いで、両種の木々を風土循化させるための研究と新しい優良品種の育成と導入で多くの成果を収めています。春と秋のみならず、夏も食事が可能な科学技術上のしっかりした土台を築いており、キム・イルソン総合大学と国家科学院などと力を合わせて、各種の木々に対する組織培養大量増殖技術の研究に力を入れています。朝鮮民主主義人民共和国リー・ヨンホ外相一行がスウェーデン王国を訪問するため15日空路平壌を立ちました。訪問期間、リー外相はスウェーデン王国のマーゴット・バルストロム外相に会い、二国関係と相互関心事についての意見を交わすことになります。南朝鮮で行われる第12回冬季パラリンピックに参加した朝鮮障害者保護連盟中央委員会キム・ヨンジョル委員長を率いる朝鮮民族パラリンピック委員会代表団が15日平壌に帰りました。この日代表団は競技日程を終えた共和国選手団とともに朝鮮経由で到着しました。3月1日人民蜂起99周年を機に、日本帝国主義者の天神ともに至るべき聖奴隷虐殺行為を立証する資料が新たに公開されました。資料のうち、日本帝国主義侵略軍が戦場に引きずり回して聖奴隷生活を強いた朝鮮の女性を中国の雲南省で真っ裸にして殺害し、土の穴に放り出した光景を1944年9月15日に撮影した動画は万人を驚愕させています。今回聖奴隷に引きずり出された30人の朝鮮の女性が1944年9月13日旧日本軍により流殺されたことについての報告書など14の文書と2枚の写真が共に公開され、今まで旧日本軍聖奴隷犯罪を否定してきた日本当局の厚顔持ちさが世界の面前で赤裸々にさらけ出されました。日本帝国主義は侵略軍の戦闘士気を煽る対策の一つとして聖奴隷制度を設け、朝鮮総督府と外務省など政府の各機関と軍隊警察がこれに極力加担しました。以上でニュースを終わります。担当はオ・ヨンスク・チェジョンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。学びの千里の道。3月16日は偉大なキム・イルソン主席が10代の幼い年に国の解放の大志を抱いて学びの千里の道に旅立った意味深い日です。キム・イルソン主席は治世12年1923年の初め、中国東北地方の八道校というところで小学校を優等の成績で卒業しました。
師のキム・ヨンティク先生は主席にこれから著孫に行って勉強するのが良いだろう。著孫に生まれた男児なら当然著孫をよく知らなければならない。故郷に行って我が人民がどんなに悲惨な暮らしをしているかを体験するが良い。すればお前がすべきことをよく知ることができるだろうと言いました。こうして主席は治世12年1923年3月16日学びの千里の道に旅立ちました。学びの千里の道を歩みながら祖国の悲惨な姿を目の当たりにしました。受難に歩む人々、恨みこもる大徳、国の貴重な富を手当たり次第に略奪する侵略者の野蛮行為、日に1回や2回会う人も流浪の民でなければ手足を縛られて日本の警官に引き立てられる死ぬられた祖先人でした。後日金正主席は、私にとってこの千里の道は祖国を知り祖先人民を深く理解させた一つの学校も同じだったと感慨深く思い起こしました。八道口を立ってから14日目の3月29日ついに聖火の庭に足を踏み入れた主席は、その後チルゴルにある母の実家で熱心に学びました。主席が歩んだ学びの千里の道は国と民族のための道で、偉大な革命家の聖なる戦いの道でした。学びの千里の道についてお話しました。消し去ることのできない日本の性奴隷の犯罪。先日南朝鮮で過去日程が朝鮮人性奴隷を野獣そのままに虐殺した天人ともに怒るべき行為を立証するビデオが新しく公開されました。アラジカ国立文書保管所に所蔵されていたこのビデオは、第二次世界大戦末期、日程が性奴隷の生活を強いられた朝鮮人女性たちを無残に殺害した現場を撮ったものです。ビデオには火に込めた遺体が何一つまとっていない裸のまま土の穴に捨てられた目新しい場面が収録されています。このビデオとともに1944年9月13日旧日本軍が性奴隷として引きずり回した30人の朝鮮人女性を銃殺したことを記録した連合軍作戦日誌も公開されました。これは日本がまさに朝鮮民族に断じて許せない極悪非道な罪を犯した宿敵であることを改めてはっきりと見せています。旧日本軍による性奴隷犯罪が人類にもとる特大の罪であることは公認済みの事実です。日程は10代の少女から20代の娘はもちろん、子を持つ母親に至るまでおよそ20万人の朝鮮人女性を強制連行、拉致、誘拐して性奴隷にし、侵略戦場に引きずり回しました。その被害者が証言したように、朝鮮人女性を相手にした日程の性奴隷の犯罪は人間の想像を絶する野蛮さと残忍さの極みでした。敗戦が目の前に迫るや、日程は自分の犯罪行為の真相が明るみに出ることを恐れて、性奴隷生活のため精神的肉体的苦痛に苦しんだ朝鮮人女性たちを至る所で集団的に銃殺し焼き殺し生き埋めにしました。日程の無差別殺戮行為によって性奴隷として連行された朝鮮人女性のほとんどが生きて帰れませんでした。罪の歴史は決して葬り去ることも消し去ることもできません。朝鮮人性奴隷に対する日程の殺人行為を立証するビデオが新しく公開されて、性奴隷の犯罪をはじめかつて朝鮮民族に犯したあらゆる罪な行為を頭から否定し、歴史歪曲に躍起になっている安倍政権の傲慢無知さが改めて明白になりました。今朝鮮民族皆は朝鮮人民を残酷に殺した野獣そのものの日程への憎悪と敵愾心で胸を燃やしています。南朝鮮の各階層の人々はこのビデオの公開について、日本の性奴隷の犯罪を実物で見せる明白な証左だ、身震いがし憤激を抑えきれないと言っています。罪を犯したなら謝罪しその代償を払うべきです。
しかし、ムーンランド勢力は血に染まった大悪の歴史を認め、謝罪と賠償するどころか、セーブレーの犯罪を正当化し、軍国主義復活に熱を上げながら、最新略の祈祷をむき出しにしています。ムーンランド勢力は、過去の罪を否定し、公安の地に振る舞い続けるならば、与えられるのは刺激的な終末だけだということを明記すべきでしょう。消し去ることのできない日本の性奴隷の犯罪。高田医師とお話ししました。